耳で読む星座のお話に獅子座聞き物語。獅子座、行動に腹ばうライオン。大熊座はなかなか熊の形には見えませんが、獅子座はまさに天に腹ばうライオン、獅子の姿です。北の北斗七星と背中合わせに、ほとんど南の天頂に近い大きな星座で、胸の一等星アルファから尾の二等星ベータまでは約25度あるので、ほぼ北極星ぐらいの大きさです。すぐ目につくのは5つの星が右西へ向かって三日月の半円形に並び、それにその下の一等星をつなぐと疑問符のクエスチョンマークを裏返しにした形になります。これは西洋の草刈り釜に似ているので、獅子座の大釜と呼ばれています。星座の中では、この大釜が、ライオンの頭から胸で、胸の前の小さい星々は、前足に当たります。そして、後半身は、ずっと、左、東に離れて、三つの星が三角形に並ぶところで、角の二等星、ベータを、デネボラ、をとも言います。星図をご覧なさい。こうして見ると、確かに大きなライオンで、春先に東に登り始めた時は、勢いよく空へ駆け上がっていくように見え、4、5月頃、宵の南の空に登り詰めると、悠々と腹ばっているようで、実に立派です。昔のバビロニアは、ライオンがたくさんいた国で、獅子座も、はじめは、その国民が考え出した星座です。それは、バビロニアが栄えていた4000年前には、夏至の太陽が、この星座に位置して、爛爛と輝いていたので、その意向にかたどって、ここに、百獣の王ライオンの姿を考えたらしいということです。バケシシタイジ、神話。ヘルクレスというのは、古代ギリシャの国民的英雄で、その伝説は、当時の少年たちの憧れの的でした。彼はいつも裸で獅子の皮を肩にかけ、手に太い棍棒を持っています。この獅子の皮について獅子座の物語があるのです。ヘルクレスは大神ゼウスとアルクメーネとの間に生まれた子で、そのために大神の妃の女神ヘーラの憎しみを受け、未見で王エウリステウスの下に置かれて、その命令で12回も危ない冒険をやり、どれも勇ましくやってのけました。その第1回目の冒険がこの大獅子退治でした。この大獅子はネメアの森にある大神ゼウスの神殿の森に住んでいて、夜も昼もうろつき歩き、牛や羊や人間を取り食らっていました。怖いこと知らずのヘルクレスは王の命令を受けるとすぐ弓矢を携えて出かけていきましたが、その途中観覧の大木が生えているのを見つけると、もりもりと根こそぎにして、巨大な棍棒を作り、それをぶら下げて、ネメアの森深く入り込みました。そこで、王獅子がどこに住んでいるかを尋ねようとしましたが、牛飼いや羊飼いたちは、皆逃げてしまって見つかりませんでした。それで、ゼウスの神殿の近くに隠れて待っていると、やがて日も暮れて、辺りも暗くなった頃、獅子がのっそりと帰ってきました。見ればなるほど話に聞いたよりも恐ろしく大きな化け獅子です。何かを食べてきたのでしょう。たてがみは血にまみれ、舌で顎の血をペロリペロリと舐めています。ヘルクレスは獅子が近づくのを待って藪陰から一の矢を放ちました。矢は狙いを誤たず当たったのですが、どうでしょう、矢はまるで岩に当たったように跳ね返って地に落ちました。次の矢も跳ね返りました。そして3の矢を弓につがえた時、獅子はヘルクレスを見つけてうおーっと吠えるなり、猛然と踊りかかってきました。待っていましたとばかり彼は弓を捨て棍棒を振るって力任せに獅子の頭を殴りつけました。しかし頑丈な棍棒がわらか何かのようにへし折れてしまったではありませんか。けれどさすがの獅子も大力ヘルクレスに力いっぱい殴られたのですからひるみました。
この機を彼が逃すはずはありません。すかさず組みついて、喉を両手でつかみ、全身の力を込めて、ぎゅうぎゅう締め付けました。何しろ、ギリシャ一の雷力です。さすがの化け獅子も、とうとう息が詰まって、口から、泡を、服や、どっと、その場に倒れてしまいました。そこで、ヘルクレスは、獅子の皮を剥いで肩に引っ掛け、大きな首を、兜のように首からかぶって、悠々と、王宮へ帰っていきました。エウリステウス王は、それを聞くと震え上がって、壺の中に隠れ、ヘルクレスを市内に入れなかったと伝えられます。